はい、こんにちは、レトストノです。今回は農地法の五条許可について解説します。五条許可っていうのは、もうイメージとしては、3条と4条の内容、これを一緒に行う場合、この場合は3条許可とか4条許可を取らずに、5条許可を取ってくださいね、といったイメージなんですね。つまり、権利移動と転用っていうものを同時にやる場合です。これもちょっと具体例を出して解説します。この2つの図ですね、これ対応してますので、この2つを見ながら解説していきます。例えば A さんが農地を持っていました。この農地を B さんに売却しました。で、売却を受けた B さんは、農地とか再送放牧地以外の土地として使う場合、例えば宅地として使う場合ですね。こういった場合っていうのは、権利移動させて、しかも農地から宅地に転用してますよね。こういった場合です。こういった場合が五条許可が必要になってきます。転用だけであれば四条許可の対象。また、権利移動、農地を農地として使う。権利移動だけであれば三条の対象。三条許可が必要。一方で、権利移動をさして、さらに転用もするよって言った場合は、五条許可が必要なんですね。賃借権と設定とか、地上権の設定とかも同じです。再送放牧地の具体例として出すと、 A さんが再送放牧地を持っています、所有してます。で、これについて B さんに対して賃借権を設定しました。で、 B さんは再送放牧地だった土地を転用して宅地として利用する、つまりそこに建物を建てるといった場合ですね。このような場合は使用者が変わる、使う人が変わって、さらに転用もしてますよね。権利移動っていうのは権利の移動と権利の設定、つまり使用者、使う人が変わるっていったイメージですね。賃借権の設定によってこう使う人変わりますよね。再送放牧地を使う人が変わって、しかも B さんは再送放牧地として使うんじゃなくて宅地として使う、つまり転用する、こういった場合は権利移動と転用どっちも行っているわけだから五条許可が必要ですよっていう話です。で、五条許可の許可権者っていうのは知事です。都道府県知事が許可をします。ただし指定都市ですね、大都市、横浜市だったり名古屋市だったりとか大阪市とか、そういったところについては知事ではなくて市町村長が許可を出します。なので厳密に言ったら知事等ですね。指定都市については市町村長が許可権者になってきます。ただし、この農地とか再送放牧地が市街化区域内だった場合、この場合っていうのは許可はいらないんですね。許可はいらない。ただし、あらかじめ農業委員会に届け出をしてくださいねっていうふうなルールになっています。これは4条許可でお話した内容と一緒ですね。この上のような場合であったとしても、この農地とか再送放牧地が市街化区域内に存在するのであれば、許可はいりませんよ。ただし、事前に農業委員会に届け出をしてくださいねっていうような内容です。で、続いて、許可なく権利移動させた、また転用させたといった場合は、これは3条とか4条の内容と同じですね。こっちが3条の内容で、こっちが4条の内容でしたよね。で、今回5条の内容っていうのは、両方ありますので、両方かかってくるよって話です。つまり、権利移動させたらそれは無効になります。また転用させたのであれば、それは転用させたものを元通りにしてくださいよ。原状回復義務を負いますよ。っていう話ですね。で、罰則についても一緒です。3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。法人だった場合は1億円以下の罰金ですね。このあたりもしっかり頭に入れていただければと思います。で、今回の内容、理解していただきたい部分ありますので、理解部分については個別指導で解説させていただきます。ポイント丸暗記っていうのでもいいんですけども、丸暗記だと引っ掛け問題に引っかかっちゃうんですよね。また覚える量も非常にたくさんあるので、それを全て丸暗記ってなってくると、正直本試験になると頭が真っ白になって、で、結果的に実力を出せないってなってしまいますんで、理解すべきところはできるだけ理解していただければと思います。で、理解すべき部分については個別指導で解説させていただきますので、ご了承いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、もし理解学習をして次の試験で絶対合格したいっていう方は、個別指導受講していただければと思います。あなたの受講お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。